このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星。シャープワン漫画牛料理研究部部長のシャープワンまさきです。今回はミスターアジックよりあの味仙人の作った中華風スイーツを作っていこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは味仙人の中華デザートを作っていきます。乾燥の白きくらげを水で戻し、杏仁豆腐の素を分量通りに作っていきます。ダマにならないように丁寧に混ぜて器に流し入れていきましょう。表面に浮いた泡はそのまま固まってしまって汚くなってしまうので、ガスバーナーで潰してから冷蔵庫で冷やします。1日冷やし固めた杏仁豆腐の上に黄桃のバラを作っていきます。缶詰の黄桃を薄くスライスし、それをくるくると巻いていく作戦です。なんとかバラに見えなくもないですが、とにかくめんどくさいですね。畜生あのじじい、配下にいろいろやらせながらも山奥で悠々自適に暮らしやがって、それだったらこんなのやってる暇なんてもういくらでもあるだろうよ。もうそれをもうわざわざ部下にも見せびらかして、もう自己顕示欲が強すぎるんだよ。もうさらにもう対決のテーマにまでしちゃって、それで勝てないってどういうこと。いやいや、葉っぱにメロンを使いましたなって、絶対それ本心から言ってないからね。絶対そんな葉っぱとかも茎とかの部分にメロンなんて高いもん使いやがって、このボケジジイがって絶対思ってるから。悟られになった気分ですが、パールアガーという扱いやすい寒天でコーティングするゼリーを作ります。王道のシロップと熱湯でダマにならないように丁寧に混ぜていきます。これを先ほど作った王道のバラの上にかけていきましょう。そしてまた表面の泡を消していきます。表面の泡を消したらまた冷蔵庫で1日置いておきます。今回のデザートの最大のヤバはですね、プリンを揚げるというパワーワードが登場します。とりあえずプッチンプリンの方を油で揚げていきますが、ただ小さくなってるだけですね。プッチンプリンは卵液をゼラチンで固めるだけなので、ゼラチンが溶けて小さくなるだけ、それは当然のことです。とんでもねえことをやるジジイです。これは粉とかまぶさないと、まあ無理っぽいので粉をつけて再度揚げていきます。があっという間に粉は剥がれ別々になっていきます。これはダメですね。絶対に失敗です。サイドエフェクトがなくてもわかります。ズボラさんはいつもこういう気持ちで料理をしているんでしょうか。とりあえず全てのプリンを救い出し、次の案を考えることにします。とりあえずプッチンプリンではダメだったので、とりあえずなんかちゃんとした、ちゃんとなんか焼いた感じのプリンでやってみようと思います。なんかこっちの方がまだまともそうな感じがしますね。これ粉をつければよかったのかもしれませんが、もうそこまでやる気もないです。このプリンを揚げるという作業自体がもう絶対無理だってことに気づいてしまっています。あるいは天ぷらにすればよかったのかもしれないですね。畜生あの味仙人の野郎、今油がどれだけ値段が高くなってると思ってんだ。一回でもう絶対に使えねえような油になっちゃったじゃねえかよ。まあこの時点でチャープマンまさきのライフはゼロです。もはやもう面倒くさくなっています。それでは味仙人の水中バラカワニン豆腐仕上げていきましょう。器の方から取り出していきます。こちらをお皿の方でくるりんぱって、おーい、杏仁豆腐が柔らかすぎて土台を保てません。そしてこの上にこの汚らしいプリンを乗せていきます。さらにここに美しい白いキクラゲを飾っていきましょう。まあなんて美しいんでしょう。はい、そういうわけで味仙人の水中バラカ杏仁豆腐、まあ完全に失敗です。それでは食べていきましょう。いただきます。まあ味は美味しいです。まあ杏仁豆腐ですからね。まあ揚げたプリンが必要かと言われると必要ではないです。実
実はこれズボラさんとコラボの時に僕が最初に提案したのこの料理だったんですよね。ズボラさんがめんどくさいから嫌だって言って終わりになったんですけど、これじゃなくてよかったですね。二人とも大失敗で終わるとこでした。まあそれはそれで面白かったかもしれないですね。それでは今回の研究結果です。杏仁豆腐は土台にするなら固めに作った方がいいですね。プリンを揚げるときは天ぷらにするしかなさそうです。ただしプッチンプリン系の卵液を固める系ではなく焼いたプリンじゃないと難しそうです。フルーツでバラは面倒なのでやることのない暇な老人にボケ防止にやってもらいましょう。他の人に細工を掘ってもらうのが反則じゃなければ間違いなく陽一の勝ちだと思います。今回紹介したミスター味っ子、このチャンネルでも大人気なので今更説明はいらないですよね。前回の動画でこの杏仁豆腐と対決した陽一の杏仁豆腐も作っているのでよかったら見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今月は寺澤先生の誕生日があったので味っ子強化月間になっております。そんなわけでこっから味王グランプリのカレーを4種類作っていこうと思っております。まあ余裕があったらその間に他の動画も出していこうと思いますので、まあ引き続き応援よろしくお願いします。